ふぎだどうもそうじゃないそうですということで今回はですね乃木の乃木奥田いろはちゃんが初出演したんで内容振り返り感想を話していきたいと思います。それでは進めていきまいろはっと。はい、ということでね、最初のね、あやめんのオープニングトークでさ、レイちゃんとの行動が被りましたみたいなね、そういろいろ二つかな、なんか被ったみたいなさ、話しててね、あ、いや、レイとぶといっていう感じから始まりましたけども、その後ね、奥田いろはちゃん登場して、今回のあやめんといろはちゃんのトークもね、にんまりしながら聞いてた。ね、すごいほのぼのしたね感じだったんですけど、あとすごいあやめんといろはちゃんの共通点がねやばかったですよね。めちゃくちゃたくさんあってすごい2人がね楽しそうに話してましたけども、最初恒例の、風船の30秒、自己紹介のぎのの恒例の30秒自己紹介ということで、これ一番5期生の中で今までねそのさつきちゃんとテレサパン出演してましたけど一番迫力なかった、迫力というかそういろはちゃんも結構こうね怖がってるというかビビってる感じがあって早口に、ね、なってたし、最後あと何話せばいいんだろうでバンなってねよかったですけど、その自己紹介の中で最近気づいた変な癖がほっぺを内側から吸ってしまうことで、ね、あやめんも吸っちゃうみたいな言ってたけど、ほっぺを内側から吸ってこんな感じなんか僕だとすごいキモいんだけど、こんな感じですかね。あとは驚いた時足が90度に曲がるっていう、これちょっと僕よくわからなかった、どういうこと、足がなんか飛んじゃうみたいなこと言ってたよね。でしかも本当に驚いた時しか曲がんないから、いろはちゃんが本当にね驚いてるかどうかはね足が曲がってるかどうかで判断できますよということで、あとは最近ハマってることで動物の動画をね見ることですよっていう、そのチンチラの咀嚼音動画が好きって言ってて、もうさ人間やめてチンチラになろっかな。でその後ねあやめんがいろいろいろはちゃんに質問してっていう感じだったんですけど、まずねさつきちゃんとテレサパンの時にも聞いてましたけど、乃木坂46との出会いがその習い事を行く時に音楽を聴いてて、でたまたま今話したい誰かがいるが流れてみたいな、それを聞いてどんどんね好きになったみたいな感じ で、あとはオーディションを受けた経緯はもうほんと最後のね、チャンスだと思ってみたいな、いろいろ他の仕事も探してたんだけど乃木坂の絵のね憧れもあったし、でこれが最後のチャンスだと思ってね、これで受かんなかったらもう芸能界はね諦めようっていう思ってて、最後のチャンスだと思って受けたっていう、それでね受かるっていうのは本当すごいですよね。で実際ねそのオーディション受かってどうだったっていうのに対してはね1ヶ月以上、ね、実感湧かなかったよっていう感じで、そりゃそうっすよね。で僕が今乃木坂46になっても実感多分1年ぐらい湧かないもんでお前は乃木坂46にはなれません。乃木坂46の一員になってやってみたいことは、今ね見繰りやってますけど、見繰りもいいけど直接、ね、目を合わせて話したみたいな握手会ですよねをやりたいって言ってましたね。であとその見繰りで釣ってって言われたら、イロハートとあともう一つでなんか見繰りでしかやらない必殺技みたいなのがあるらしくて、それをねやってるっていうことで、これちょっと気になるよね。気になる人はねイロハちゃんの見繰りに行くしかないと。いろいろねそのプライベートのことも聞いてましたけど、食べ物のね好き嫌いがないよっていう、これとんでもない、パクチーもいけるって言ってましたから、ね、これとんでもないですよ。まあ、ただその辛くて痛いものは嫌いとかじゃなくて痛くて、ね、食べれないみたいな、感じで言ってたりとか、また人の懐っこいよっていうのをね言ってたりとか、些細なことに幸せを感じるよということで、最近散歩お散歩してる時におばあちゃんが座っててだっけな、なんかすごい可愛いと思ったみたいなね、これあやめんも、ね、おじいちゃんとかおばあちゃん見てると可愛いって思うっていう、なんていい子たちなんだっていうね、僕はもうね気持ち悪いですからね、性格悪いですから、別におばあちゃんとおじいちゃん見ても可愛いとはね思わないけど、ね、可愛いって思うっていう2人はめちゃくちゃいい子ですよねめちゃめちゃいい人だもん。であとはギタートーク、ね、2人ともあやめもいろはちゃんもギター弾けるってことでギターのね話をしてたりとか、あとは最近気になっていることで陶芸とかガラス細工とかパン作りとか、そういうこう作る系が気になってるみたいな、これもねあやめも編み物やっててみたいなんで、いろはちゃんも編み物を始めましたみたいな、最近買いましたみたいなさ、毛糸買いましたみたいな。あとねお便りコーナーで最近テンションが上がったことが、いろはちゃんは唐揚げのね食べ放題っていうね、唐揚げの食べ放題なんてあるんですね。唐揚げ大好きで結構、ね、食べるみたいで、いろはちゃんも結構食べるみたいでね。であやめんがテンション上がったことがその USJ ユニバーサルスタジオジャパンに行ったことっていうので、そっからこうディズニーに、ね、いろはちゃんが千葉県出身っていうのもあってディズニーに
になってディズニートークね、いろいろ話して盛り上がってましたね。次のメールが、宝物のように大事にしている言葉はありますかみたいな。でいろはちゃんは土にも積もれば山となるっていうね、これブログとかでもね話してたと思うんですけど、であやめんの好きな言葉が打たないシュート 100% 外れるっていう、でその言葉めっちゃいいなって初めて僕知ったんですけど、めちゃくちゃいいなって思いました。であとはお腹が鳴る音に悩まされた経験はということでね、そのメールの人もあやめんもお腹が鳴る、ね、教室で鳴りそうだったら椅子を引いてみたいな感じのねことを言っててましたけど、いろはちゃんは腹筋に力を入れたりとか息を止めたりとかして、ならないようにしてたみたいなね。映画のね話、映画好きとかいうね話で、いろはちゃんは結構いろんな映画見るみたいで、そう映画の話で盛り上がってたりとか、あとは髪の毛のねそう話で盛り上がってたりとかね、ハゲの自分にはきつい話やとね、ハゲの自分にはきつい話だったんですけどね、そういろいろね2人とも悩みがあって、いろはちゃんはこう直毛でみたいなさ、こう巻いてもすぐ戻っちゃうみたいな、来年は毛量が多くてみたいなね、そう話してましたけども、いろいろやっぱそれ人それぞれね髪の毛悩みあるんだなとね思いました。はい、ということで今回ですね、奥田いろはちゃんが乃木の野に初出演ということでね、その内容振り返り感想話していったんですけども、いやよかったね、ほんと最初にも言ったけど、すごいなんかほのぼのしてて、2人が楽しそうにねそうトークしてるのが話してるのがもうめちゃくちゃ聞いててね、幸せだったなと思いました。で次回はね、一ノ瀬美空ちゃんミックが出演するということで、めちゃくちゃそっちもね来週も楽しみだなと思います。ぜひね皆さんの感想もコメント欄で教えてくれたらめちゃめちゃ嬉しいなと思います。あとこの動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやってるんで、概要欄からフォローできるんですけど、フォローもしてくれたらめちゃめちゃ嬉しいです。バイバイ。